ようこそお参りださいました本日は神社と人生儀礼について少しお話をいたしますこのチャンネルでは現役の神主が神社や神道のことについてお話をしておりますよろしければチャンネル登録お願いいたしますさて 人の誕生から節目節目で行う儀礼これを人生儀礼と申します皆さんご自身やそしてご家族の人生儀礼覚えていらっしゃいますかどんなものがあったか覚えていらっしゃるでしょうかまずはですね人生儀礼一例を紹介いたしますまず0歳誕生祝いがございますその次に名付け祝いお七夜そして 初参り、初宮詣でですね。その後に初絶句もあります。あ,あと、お食い初めもありますね。お食い初めもあります。そして、一歳、初誕生日、まあ、初誕生がございまして、その次に七五三詣で、三歳から七歳ですね。十三参り、十三歳。そして、次は成人式。まあ、これは、地域によって、年齢は異なるようです。その後は。 えー、結婚式もあります役年もあありりまますす、ね、年年ねさらには還暦60歳の還暦70歳の古希77歳の貴寿80歳の三寿、えー、88歳の米寿そして、えー、99歳の白寿がありまして最後は葬式というふうに人生儀礼がございます。 古代日本では人生儀礼に際して氏神神社地元の神社などにお参りをする参拝をするとされておりますそういった習慣がございますそして人生儀礼がですね子供時代特に幼年期小さい子がとても多いですよね0歳もたくさんいますこれは幼児の死亡率が高かったことが反映していると言われております一説では。 まあ、7歳までは神様の子という言葉もありますよね。まあ、つまりは人生儀礼とは、まあ、それまでですね無事に育つことができたことを神様に感謝し、まあ、これからもどうぞお守りくださいとお願いをするというそういった意味もございます。さらには氏神神社、まあ、地元の神社の神様、まあ 言ってみればご先祖様とのつながりもございますのでご先祖様に成長の姿を見ていただいてそしてご先祖様にもどうぞお守りくださいとお願いをするというそういった意味合いもあります。人生の節目節目に際して神様のお恵みお守りそしてご先祖からのお守りやお恵みも認識し改めて確認をして こういった守ってくださっている方がいらっしゃる自分はひ人じゃないんだぞと、ええ、守ってくださっている神様もご先祖様も守ってくださっているんだなということを、まあ、改めて見直すす機会にもなるかと思いますぜひ皆さんそしてご家族の人生儀礼そういった節目節目の際にはですね神社にお参りをしてください。